風の影響。Influence of the wind? 上部からの風の影響は、ヘリコプターより、クワッドコプターの方が大きいと、感じた。そこで、少し調べてみることにした。風速計を準備した。ナインイーグルスの、室内小型ヘリと、クワッドコプターを飛ばしてみよう。天井付近に、風速計をセットする。ここで風速を測定してみる。最初は、メタルヘッドに改造した、ソロマックスである。部品は、マイ RC マートで購入した。最大風速2メートル。次はソロプロ270を飛ばしてみる。最大風速2メートル。次は HJ トイのクワッドコプター HJ997 を飛ばす。なぜか風速計の下に行きたがらない。最大風速2メートル。ソロプロ270とクワッドコプター HJ997 を直接対決させる。ソロプロ270の風速を測定。最大風速は 1.3 メートル。次はクワッドコプター HJ997。最大風速は 2.3 メートル。クワッドコプター HJ997 の
飛行。次は、購入したばかりの、ソロプロ V1 です。